この時間はマーケット関係者が投資のヒントや注目のトピックを独自の視点で解説していきます。今日の解説はピクテジャパンの糸島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。糸島さんと今日お送りしていくテーマはこちらです。はい、砂漠へ行というロボ書かれてますけれども、三万八千九百十五円のトラウマを克服した。その先はということですね。はい。あの、まあ、ご承知の通り、この三万八千九百十五円というのは。 平成元年12月末大納会の日にですねつけた終値でまあそこからまあ30年以上ずっとこの値段を超えることもなくまあ厳しい冬をやっと越えてきたっていうのがまあ,あと50円ぐらいまで先週見えてきたんですけどもあのやっぱこのトラウマを超えれるかどうかっていうことをすごく一応日本の人にとっては大事なんですよ。なのでまあここを一応今日確認したいなということで私はあのまあリスクをとって申し上げると早ければ今月。 はい、え遅くてもまあ4月ぐらいには少なくとも取ってくるかなと思っています、うん、でその先についてはどうなるんですかということでいくと、あのー、結局はですねやっぱり業績相場にまあなっていくと思ってるんですよで一応確認をしていくとなささんこの1989年平成元年って何日されてました、うん、もしくは何か覚えてることってありますか <laughs> 覚えて もう生まれてないのでほとんど記憶はないんですけれど、はい、なかなかずっと低迷していましたよね最近足元でようやく上がり始めたけど糸島さんは証券マンされてた頃ずっと下がってたってことですよね僕は1989年から証券会社で営業をさ、うん、最初はしていたんですけども、はい、ここから最初は良かったんですよね その後何を買っても下がっていったーマーケットで押しめ買いをしていっても全部やられてしまう、はい、そしてずっとこの2012年のアベノミクスがスタートするまでずっとどっちかというと下げは渋ってましたけども、はい、もう,こう右下がりトレンドだったという中なんですよ。はい、なので申し上げたいのはこの上げとなんか今回のこの上げがね、うん、似ててかつ3万8915円つけましたよということなんですが、はい、ナサダさん生まれてないということなんで。 一応確認というかえっとお教えするとこの時って土地神話だったんですよ土地を買えばいい土地はずっと上がり続けるものだとで、それが上がり続けているんで企業の評価は業績ではなくて土地を持っている会社を評価しますルール変えちゃったんですよあったんですか今 PR ていう利益から見た割安度を見るのが基本ですけどこの時はまさに土地をいくら持ってますかとその土地の値上がりまで見ていくという あの言葉でいくと「旧レシオ」という新しい用語を作ってマーケットを正当化して上げてきたと。はい なのでその時どういう銘柄群だったかというと東京湾近くにある土地を持っている会社ウォーターフロント開発っていうんですけどあのそんな笠谷さんもありますけどあのそういったところを中心に買っていてだから中身がもうそうなんですよね。それが例えば東京だけじゃなくって名古屋大阪福岡でもそういう銘柄群を買ってきたという相場なんで。これは今値段が近づいたから、 個人の方でもでもすね、あまりこう斜めに見てる方はバブルでしょっていう方がいるんですけどもはい、はい、この時の PR は50倍から60倍倍。から、うんはあ、今やっぱり15倍前後っていうところを見るとです、ね、この今はですか業績面から見るとバブルではないと。 であのバブルっていう言葉はどこで使うかなんですけど、はい、バブルの定義ですよね、はい、なんか割って上がったのはバブルっていう人もいますけど、うん、一応、えー、バリエーション業績面で見て15倍ここから業績相場業績が悪くなったら悪くなるよ、うんうん、くなったらよく,くなるっていうことでいくと、まあ、決してバブルではないという、はい、まあそういう見方をしています。しっかり足元ついていってるってことです,よ、ね、でそうですなので一応ここからまあどうでしょうっていうことでいくと<ー>まあここを抜けるかどうかってあるんですだからそういった意味ではです、ね、あんまり意味はないんですよ。うん ただ心理的にですねここでやっぱり痛手を食った人が多いですから特にシニアの方もしくは30年、40年以上相場を張っている方についてはまあ多分喜びもひとしおやっとこうなんか苦難を乗り越えれるかなというところになるんでまあ何申し上げたいかというとやっぱり景気の木じゃないですけど気持ちは明るくなりますよねやっとバブル越えだと。 あのこの時はほとんどが日本の機関投資家、雑成功とかね、ええ、特金ファンタルとかだったんですけど、今。どっちかと日々売買しているのは、7割から8割が海外投資家。そうですね。で、今も足元海外投資家買ってますよね。で、海外投資家、日経平均って、基本的に無視しているんですよ。 MSCI っていう指数を使ったりプロだったらトピックスを使ったりしますでかつそれに配当の入っった数字を使ってんですよ、はい、でそういう意味でいくと日経平均の配当込みとか、うん、トピックスの配当込みっていうと23年前にとっくに超えちゃってるんですね。はい、実ははこの呪いは解けけてるんですけども 一応世の中的な呪いは解けていないので、まあ私も早く。えこう二月、遅くても4月には解けてほしいし、解ければやっぱり。一気にそこで止まっちゃえば別ですけれども、一気にそこをブレイクして、上に抜けていくと、やっぱり4万円台っていうのもですね。十分見えるかなというふうには思っています。まあこれが全体感です。で、一つずつじゃあ確認していきたいんですけども、じゃあチャートどうですかっていくと、ま直近はですね。この二月の十六日、先週の金曜日、はい。 日経平均は 38, 円まままでであと一息来ましたそしてその後引きは少し押して、まあ、今日ももたもたはしてますけども、うん、今日結構値上がり銘柄のが多いんですよね,すねトピックスもプラスっていうことなのでそういう意味ではやっぱり下値では買いが入ってるよしるし押し銘、はい、が入っていてマーケット強いなって見えます。うん そしてもう一つトピックス見ていいきたいんですけども、はいはい、トピックスの方も同じようにですねこの2月の16日の高値が2639ポイント割値が2624ポイントということで、うん、ここもまあ抜けてきていて今日は強いと。はい、ですから基本はやはり今,今回上げの場合っていうのは2月間の上げは特にやっぱり、えー、半導体とか半導体装置とか、うん、AI 関連が多かったんですけどもやっぱ今日はこちらが買われてきているということでいくと、はい、やっぱり3月末までやっぱ配動取りがあるんでやっぱりこう もたもたした日はですねトピックスの方が強くてただ、アメリカ株が上がるナスダックが上昇するというときにはやっぱり日経平均、主導なのかなということで、まあ、循環不足が続くのかなというふうに見ているということになります。はい 今申し上げたあのナスダック見ていきたいんですけど、はい、ナスさんこれどうでしょう。ナスダックのこれあのドルベースを2021年の1月からお示ししての青、うんはい、日経平均が赤なんですけど、だか見て気づくことあります。だいぶ日経平均がこっち今逆転してきていますよね。うん、まあおっしゃる通り流れは同じなんですけど、うん、日経平均はこの辺りから強いなって見えると。ね、これやっぱり円安の効果が大きくてですけども、プラス申し上げたいのは。えー 今全ての指数がどんどん今アメリカって更新してますけどもナスダックってまだ総合って超えてないんですよ。 あ,あ、そうでしたね。なでは、では、そこの確認あともう一つ、この日経平均は今円安って言ったら、円安効果を除いたものを見るっていう意味で。はい、これを日経平均はドルベースに変えていきたいと思います。うん、はい。そうすると、よりはっきり見えますけど、これどうです、ナスダックさん、これ、これ見ると。うん、まだまだ上に行けうす。うん、動きが。そうですけど。あ、長く連動はしてますね、うん。さっきよりも見えますよね。うん、だから同じような動きなんですけど。まあ、そういった意味で、まだ日本の方が弱く見えるというところ。はいはい、<laughs> で、さっき申し上げている、えー。ナスダックについては、ここ大事なんですけれども、はい、2021年の1一月2十。 2日の 16, 2ポイント、はい、まあここをまあ超えればです、ね、ナスダックも青天井になるかということなので、うん、まあここを超えるかどうか超えた時の反応と、まあ、日経平均は多分同じような動きになるのかなとううに見ているということになります。はい、ただドルベースで見ると日経平均はまだ割安なので、うん、さっき申し上げた砂漠行こうというそのバブルの最高値平成元年の最高値から見るとまだ全然安いですよねという,うに見えちゃうということになります。うん から上昇していくととなるとやっぱりエヌビディアの今後の決算次第っていうところもあります、はいうん、そうですね、はい、特にやっぱりエヌビディアの見方については、はいえっと、今回21日2月の21日が決算なんですけどもアメリカの時間日本時間でいくと22日の朝の6時ぐらいなのでマーケットは 木曜日の23が天皇誕生日ですかね、はい、お休みなんでそうすると結局そのアメリカが始まる前のアフターマーケットの中での,この22日の日本が動きと3連休明けの26日、まあ、この辺り今エヌビディアは多分決算で上に10%上がるか下に10%下がるかっていうぐらいがまあオプションとかから計算されているのでそうするとやっぱり26日うまくいけばこの22とか26で さっき申し上げた砂漠以降の平成元年の高値を超える可能性もあるし超えなかったとしてもやっぱり3月 S 級まではもたもたするかも分かりませんけども、まあ、4月の決算に向けて上がるのかなと見てるとでその鍵を握るのは誰だと思いますか、うん やっぱり海外投資家ささんんたちでですすすかねねそそうなんですち勉強されてますよ、ね、あ<ー>その通り、ね、<laughs> あの海外投資家の動向すごく大事でこれは現物と先物を合計したものとかが,、うん、が一応青でですね青が上がった時上にいってる方が週ベースで上がった時、はいでえー、下にいってる時は売った方ってことなんですけども赤が日経平均の動き週の平均ですが、うん、46月大きく買ったので日経平均は上がりましたと、はい、10週ぐらいかと。 で今回どうですかっていうとこちらにあるとおり一応現物先物合わせると3週間ぶりの買い越しってことになってますけど、はい、え3週間ぶり売って売ってやっと買ってきたと。うん 今1兆円近く買ってきたんですけども、まあ、1月の中旬も1回買ったんですがただこれをこう載せてませんけどもこの現物株だけでいくと中長期の投資家今6週連続で買ってるんですよだから海外投資家の中長期のお金はやっぱりしっかり入ってきてるうん、うん、で先物やっぱり目先を見てきますけどそれも買ってきてるということでこれは9日までの数字が先週金曜日に発表されたんですけどもえー、多分ですねこの16日までの数字1兆円近くまだ買ってると思います。はい、ので海外投資家は買いが続いいがてる非常に高い、はい でそういう中で逆に今度個人見ていきたいんですけども、はい、で個人投資家の方はこれは現金と信用と借金を足した部分で三、うん、週連続でですねえー、っと買い越しになってます。これ真ん中ちっちゃいんですけどね。三<ー>週連続で買っていると。はいはい、ただしあの現金だけ信用取引とか除くと現金だけだと、えー、今九週間ぶりにやっとこの二月九日の週に。 買ったんですよということでやっとこう名実ともに買いが入ってきたなということで<ー>個人の売りもだいぶもうなくなってきたと要は R と個人は売って外海外投資家が売っていたそういった意味でいくと今後下がった場合でいくとやっぱ個人投資家の買いが入ってくる可能性があるんでここは注目したいなと<ー>でそういう意味でそうするとやっぱポイントになってくるのが何でしょう業績ですかそううなんです<ー>業績がどうかと えー、業績の方向性これは、えー、EPS あくまでも一年先見てます一、はい、年先の EPS が上がっている逃げ上がりだと株価は強い、うん、横ばいになると実はもう株価 ピークを下がっているということなんですが今、直近の決算終わりましたけども、はい、ずっと右上がりなんですね。うん、なので、これが続いているうちはやっぱり強いということでいくとやっぱ少なくとも次の決算を見るところまでは強いなということでいくと、はい、やっぱ4月、5月まではまだ上なんだろうなとあ、うん、と為替が今150円前後なんでそれが続くかどうかということも大事だと思います。はい、なので今、少しまだ上がってなんかもたもたするように見えますけどもやっぱり今、足元はおしめ買いなのかなというふうに思っているということになります。はい、でそういううい意味でではどうですかねこれ さらに上がるためにはっていう形で、今はまあとりあえずバブルの最高値、平成元年を超えるかなってことを申し上げましたけど、ラサさんこれ5万円とか6万円とかね、夢の数字語る人もいますけど、誰が買わないといけないと思います？<laughs> やっぱり国内の個人が買ってほしいですけど。そうなんですよ。で、そこがポイントでやっぱりそうすると、やっぱ今回ニーサー新ニーサー始まりましたし、まあ積立枠はいいとして、この成長枠をどこで買うのかと。 多分今の水準買いにくいと思いますがやっぱ押し目買いを買っていくとか押していってほしいなと思うのでまあそういう意味でやっぱりえしっかり買ってほしいなとそういう意味でポイントになるのがあの一つチャート的なことを最後お見せしたいと思うんですけどあの今チャートがですねえバブル期以降のところ瞬間出ればなんですけどバブル期以降えすみませんえコロナショック以降のですね上げで見ていきたいんですがまあこれはえっと今。 今までの大きなアベノミクスなんですが突き抜けちゃいましたけども、うんえー、コロナショックからでいくと大きくまだ上昇して4万円近くまではここ見えちゃうということなんで、うん、まあ上ブレーク業績いいと上抜けるのかなというふうふに思っている、はい、ということになります、はい。ということでここまで糸島さんとと話ししましままたた島さんありがうございありがとうございました。